よし、起動成功じゃ。 わしが見えるか? お前を作った天才科学者、ドクターエッグマン様じゃ。 お前は、わしの作った E100 シリーズの製造番号2番 E102 コードネームはガンマじゃ。 ガンマ。以後わしの言うことをよーく聞くんじゃぞ。 ドアの先はお前のための訓練場になっとる。先輩ロボの E101ベータはとっくに訓練場に向かったがな。いざ行けガンマ。ベータほどには期待しとらんから適当に頑張れ。 意外とやるではないか。よし、それではテストを行う。これは我が崇高なる設計思想に基づいた超万能巨大空中戦闘要塞エッグキャリア乗船のための選抜テストである。入れよベータ。 E シリーズの同系機先輩ロボの E101ベータじゃ。俺と戦い勝った方をエッグキャリア搭乗クルーとして採用することとする。まあどうせベータが勝つやろうが一応やってみるがいい。 ガンマ、わしは最初からお前は役者と思っておったわい。今回の結果によりガンマにエッグキャリア搭乗を許可する。ああ、お前もエッグキャリアに乗りたいのか。ああ、わかったわかった。<笑>まあ何かの足しにはなるじゃろう。特別に乗船を許す。 本日は晴天なり。
エッグキャリア乗船を許可された精鋭の諸君、ますます意気盛んなことと思う。さて、今日集まってもらったのは他でもない、この尻尾のついたカエル。これこそ今回の作戦上必要不可欠にして重要なカエルである。そこで諸君らの使命だが、このカエルを草の根分けても探し出し捕獲してきてほしい。ことは一刻を争う。早速出撃じゃ。モードチェンジ。ここは？データ消去。データなし。現在位置不明。困った。私の大事に
けがしてしまった。いつか理解し合える日が来るといいんだけど。俺のが本物だ。いや、俺だ。俺の方が色がいい。ダメ全然違うカエルではないか。どこに目をつけとるんじゃ。カオスの尻尾が取り付いとる大事なカエルなんじゃ。ましてカオスエメラルドまで加え込んでおるというのに。うん、これじゃ。これが本物じゃ。さすがはガンマ、よくやったぞ。お前はやってくれると思っておったわい。あの者は笑い箱じゃ。どこぞへ消えろ。お前には新しい任務をやろう。なに、簡単な仕事だ。あの一番奥のドア、あの先の部屋へ行ってな。牢に女がいて小鳥を隠し持っとる。それを奪ってくるのじゃ。さあ行け。ここか。部屋を間違えたようだ。エクマンはそういうこと教えてくれないんだ。
の小鳥さん。テストガンマ緊急戦闘配備じゃ。まず武器庫に行ってブースターを取るのじゃ。少しの間宙に浮いていられるわ。レトリック、プロレーどんどんゴールが落ちてるよ。時
解除。 E シリーズ仲間助ける。Yeah.
E104 イプシロン U。E103デルタ E104イプシロン救出完了。 E105 ゼータ E101 ゼータ所在不明。もしやまだエッグキャリアに。ステーションスクエア行き列車、まもなく発車いたします。沈没したエッグキャリアへ行けば何かわかるかも。ミッション失敗。ステーションスクエア行き列車、まもなく発車いたします。E シリーズサーチ開始。該当はホットシェルター。 E シリーズ存在を確認。ホットシェルター解除する。
ゲロゲロと。銃よ。攻撃すると爆発が広がって広範囲の敵を倒すことができるわ。救出完了。残るは
僕は。Oh.